おぎやはぎやはぎです。おぉ、おぎやはぎおぎです。そうやっぱ言った通りだったんでしょ。おぉ、何が何だっけ、先週、ね、何の話だっけ。いやもうほんと最近冒頭で必ず天気の話してるじゃない、梅雨の時期だから、まあ、そっかそっか、はい、まあ一応先週私ね何つったのか覚えてないから俺も。何、梅雨明け宣言させてもらいましたけど、うん、あ、そうだ、梅雨明けしたね、早く、はい、日本一早い梅雨明けね。そうです、うん、で沖縄なんか梅雨明けしたとか、はいはいはい、長く言ってんでしょ。そうらしいね。でしょ、したのかな、うん、はい、で結局天気いいでしょ。うん、天気ね、うん、先週梅雨明け宣言してから天気いいよね。ずっと良かったかな、うん、あ、ね、昨日一昨日かな、なんかすごい時あったよ。まあちょっと あれは、まあ、戦場なんとかなんとか隊みたいな、そうそう、ね、うん、あるよね、なんかなんかやつ、あ、うん、まあでもあれは梅雨というか、まあ、あれは梅雨関係ないか、まあ、ちょっとゲリラ豪雨的な、うん、まあ、なんかあるじゃないですか、うん、この季節ね、はい、うん、ですがやっぱなんかちょっと気配ないでしょ。一応今のところないね。ないね。だってもう開ける方向なんだから、うん、まあまあ開ける方向、開けたんじゃなかったっけ、萩の湯には。じゃあ開けたとも言ってるんだけど、うん、もう開けたって言ってるけど、まあ気象庁もちろん梅雨入りすらまだ言ってないけどね。まあ言ってないけどでしょ、うんうん、でまあまあもしかしたら多少は、うん、まあ、昨日みたいな感じでちょっと天気の悪い日続くかもしれないけど、はいはい、まあ、うん、まあそれはね、普通の夏本番の時でもやっぱそういう時あるからね、雨が続いたりとか、そう、うん、そういうのあるからね。だから単純に 2,3 日雨が続くっていう、はいはい、ぐらいの話で、そういう時はね、梅雨じゃなくても続く時はね、うん、あるある、そういうのはあるかもしれないよ、うん、今後、うん、でもまあほぼ間違いないでしょう。間違いない、はい、間違いないです。でも先週もはっきり言ったけどネットニュースならないねこれね。矢作県梅雨明け宣言みたいなさ、うん、ねえ、ならないんだね、さすがにね、うんうん、今回なるかなこれで。やっぱそれ完全にほらやっぱ気象庁は、気象庁止めてんのかな、もみ消してんのかな、うん、金かなんか積んですごいでしょやっぱもみ消しがあ、うん、まあプライドにね、自分たちのプライドに関わる問題だからね。そうそうそう、そんな素人のやつに、ま、負けてたらダメだしさ、困っちゃうでしょ。うん、そりゃそうだ、させてもらいましたけど、はい、うん、まあ皆さんだから安心してね、はい、夏は安心していいのね、どうも伝えちゃってもういいのね、過ごしてください、はいはい、もう梅雨が予定入れちゃってください、はい、ゴルフとか行っちゃってください。確かにそうなんだよ、天気予報も俺はまあ見てないから分かんないけど、うん、確かそんな雨降るみたいな話は聞いてない気がするな、ねえ、うん、しかし暑いでしょ毎日。暑い、ね、暑いよ、暑いよね、うん、ユーロね、ユーロでしょ気温、あ、気温のどっち、あんまり分かんないけどこのラジオでそのすごいユーロ暑いなって、ユーロって分かんない、分かんない、まずね、まあユーロが分からないか、ね、ユーロって言われても、もうサッカーのね、ヨーロッパのヨーロッパ選手権のことユーロって言うんだけど、そうそうそう、ヨーロッパ大陸でやってるやつ、そうそう、もうユーロワールドカップみたいなもんよ、サッカーで言うだからね、その大会の規模は、そうね、うん、そのぐらい大きい、まあ、そもそもね、そのヨーロッパの代表と、うん、あ、南米の代表がね、はい、戦うっていうのが、うん、まあ、昔からあったわけですよ、まあ、そうだね、はい、うん、そこには最近アジアの方もね、はい、入ってきたけど、昔はもうサッカーといったらヨーロッパ、南米どっちが強いんだ、うん、まあそういうのばっかりだった、だからワールドカップもすごい面白かったけどね、サッカーの種類が全然違うから、そう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 、そこにこうアジアがちょっと入ってきて、はいはいはい、まあ、うん、なんせ韓国がね、やっぱりワールドカップ、アジアの中ではもう4位になってますから、もうすごいよ、ああ、ちょっとまあいろいろ疑惑あるけどね、あれはね、4位になって、まあ、僕はね、そういうの、すごい悔しがっちゃうからね、もう悔しい、まあ悔しいのか分かんないよ、判定とかね、うん、判定いろいろあったよ、あれは、僕すごい判定に文句言うからね、あんなのないっつって。いや、そうだ、まあまあね、ここ今聞いてる人なんてほとんど知らないだろうけどね、その時のことを、だこの前のあれとか見てないけど、記事でしかね、うん、町田と筑波大のね、はいはい、ああ、はいはいはい、あ、そうよ、筑波大が勝ったんだよね、勝ったけど、でも町田の監督がこんなプロ側からこんなことを多分言うのは本当に、うん、まあ、恥を忍んでみたいな感じで、うん、はい、あれは判定がおかしいっつって、ああ、それなんね、ああ、もう選手も4人怪我して、はい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 、こんな、いやもうそれちょっとね、いや負けましたけど、やっぱプロが負けてそんなこと言うのは本当にそれ恥ずかしいよ、確かに恥ずかしいよ、言いたくないよ、恐縮みだよ、言いたくないけど、うん、ちょっとこれは言わないといけないレベルだという、うんうん、ちょっと私もそこからね、本当は見ればいいのに、はい、見てないから、
なるほど。分かる。俺もその記事見て、うわっと思ったのよ。だからかと。大学が勝つってさ、やっぱすごいことじゃん、プロに対してさ、でも判定があったんだって、そういうの。でも見てないのよ、俺も動画を。一番やばいのよ、本当に俺たちが一番嫌いな、そのネットの記事とか、切り抜きとか、そういうのだけで判断するっていう、見てないから、俺たち。見てないんだよ。よくラジオとかね、なんか、言ったことが記事になって、ちょっとこう、こんなこと言ってたみたいなこと言われたときに、こっちが一番言いたいのは、いや、ラジオ聞いてたら聞けよと、聞いてたら全然違うだろう、文脈がもうそこであるよ、全然違う、前後の話があんだから、そうなんだよ、そこだけ切り抜いたらそれ悪口が聞こえるよ、そうだね、最低ね、で今回の町田弱かったね、だからね、負けたもんね、町田が負けただけど、もう言い訳しちゃってる、あ、ダメダメね、でこれサッカーこの試合見てないんだよ。見てない。見てないけど、もう。見てください。そうよ。見てないならどっちが悪いの？だから、もう、あれしょ、だから、町田が言い訳してんだもんね。言い訳してるけど、でも、筑波大は、あれだからね、勝ってんだけど、ガシガシ言ってんの。でも、相手の筑波大が悪いんだよ。筑波大が悪い。悪いや。切り取ったらね。でも、監督、筑波大の監督。うん、なんすよ。あれは、確かに怪我をね、させちゃったことは、その、申し訳ない気持ちでいっぱいだと。なんですが、真剣勝負。で、ガシガシいった結果だと。うん、そうか。で、いけるから、そんなにラフなプレーをした覚えはないと。いうふうに、まあ、監督が言ってるわけですよ。はいはいはい。だから、これはやっぱ見ないと全くわかんないの。ね。見ないとわかんないね。そう。それだって見てこっちが、あ、これはちょっと、ガシガシ真剣勝負だっつったってこれはやりすぎだよっていうのはあるじゃない。でもその記事で見るとやっぱ俺筑波大の方がいい気がするな。それはしょうがないんだ。見てないから言うんだよこれは。でもそれを前誰だったっけ、サッカー選手がそれに対して違うな、前園さんじゃないかな、誰かがそれを聞いて見てコメントを求められて、そう、まあ基本的に4人怪我人が出るっていうのはちょっとまあありえない話なんですが、ちょっと試合を見てないんで何とも言えないです。でもそのプロの元プロの人がでも4人怪我するのは怪しいって言ったんでしょ。4人怪我するってことは基本はありえない、ありえないってことだよね。ってことは筑波大が悪いんだよ。そう悪いんだよ。そうなんだよ。見てないから言えるんだよ。見てないけどな。見てないけど、そこでは悪いんだよ。だって、相当なことだよ。そのプロの、J リーグの、いわゆるプロリーグの監督が、大学に負けて、で、向こうの、ちょっと、プレーに問題があったって苦言を呈すなんて、普通だったら恥ずかしくて絶対言えないけど、それを言うってことはやっぱ相当俺は筑波大が悪かったんじゃないかと。そうだね、見てない俺らからしたらやっぱ筑波大は悪いよ。悪いよな。見てないから言える。今回は見てない俺たちが判断した場合、筑波大が悪い。これはダメ。筑波大はダメよ。そんなラフプレーしてた。見てないからね。そうなのよ。一番言っちゃいけない見てない人はどっちが悪いか。そうなのよね。やっぱ見なきゃダメね。見なきゃダメ。そう。だ今もユーロがすごい盛り上がってってさ、今日も俺フットサルで木曜ね、まあ昼間やってる時やる、たまに行くのよ。で今日行ったらもうやっぱみんなやっぱサッカー好きだからユーロの話ずっと、そのサッカーの朝方やってんだよねあれね、絶対ね。そうですね。一試合も見てないんだよ。だけどもうすげえ詳しくなっちゃって、もう話聞いてだけで、どこどこあいつがすげえだの、どこどこ強えだの、誰々が弱いとか、なんか見た気でいるからね。なるほどな。今ドイツすげえ強いから、優勝候補、スピードが速い、もう前からのプレスがすごい、低迷ね。そう、最近ドイツなんか不甲斐なかったよね。不甲斐ない。昔からねサッカーをさ、まあ見てる人たちからするとドイツって前評判悪くても結
局ワールドカップ始まったらもうね、うん、ベスト4にはいますから。本大会に出たら絶対いるもんね。もう決勝まで行っちゃうもんね、はい、果たしたらもう安心してくださいみたいな感じだったね。そう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 、それがここ数年ドイツってダメだったよね。ダメだった。でこれ、ね、この間の親善試合でも日本に負けたわけじゃん。ねえ、ね、あれだってガチンコだったよあれ、うん、ワールドカップで負けたわけだから日本に。だからわざわざね自分の国で呼んで、ね、日本を、うん、それで負けてんだぞ4対1で。あんなドイツ見たことないよね、ないここ何十年と、うん、でそのドイツが今めちゃくちゃ強いから、うん、俺見てないけどね見てないんだけどめちゃくちゃドイツすげえぞ今、めちゃくちゃ。あ、切り取りもう切り取りだからもうそういう人に なってきちゃったら、まあ、なってんだよ世の中が。もうこれは小木がその代表なんだよ今の日本の、うん、そうそうそう、良くない ね、 ね、これがもう、うん、一般的な意見なのよ。いや本当多分だからさっきも言ったけど、じゃあこっちがいくらね、うん、そのラジオのじゃなんか話したことが、うん、切り抜きの記事になってましたと、はいはいはい、でこれを、はい、聞いてくれと言ったところで、うん、本当に今の小木の意見、そう、うん、へえそう、まあただ聞き直すほどは興味ないんですよ。そうね、興味ないのよ。だからここをやっぱ利用してるよね。すごいよね、うん、そういう世の中になってくる怖いよね。だからね、だから興味ないんだけど、なぜか記事だけだ、ちょ軽い記事だけだったら読んでもいいってなっちゃうのよ。でしょ。だから全然深掘りしたいと思わないから。だから一番わ、うん、悪いさ、うん、まあ、うんね、何でもそうだけど、まあ、勉強とかでもそうだけど、うん、軽い雑学を知ったところで、なんかこの分かった気になっちゃうっていうね。そうだから雑学って人気あるの昔から。ダメダメ。そうね、あの、うん、あんなさ本当はちゃんと一から勉強しなきゃいけないことをさ、うん、そうだ、ちょっとした雑学でへえと思うようなことをさ、うん、もうたが何行で読めるような内容、ね、うん、これでなんかこうちょっと頭が良くなった気になっちゃうとかさ、ね、あれで、これなんですよ。そうなんだよな。なあ、そういうとこからあれだ、来てたんだな、ちゃんと雑学というか。ほら日本ってクイズ番組多いじゃない。多いね、うん、だからそっからもう実はこの今の世の中になるようになってたん、うん、クイズ番組が。あれ切り抜きだもんね。あれ切り抜きじゃ、完全に勉強の切り抜きみたいなもんでしょ。途中のね。まあある意味そうだよね。ね、だからこれが今あれのせいで、クイズ番組のせいでこうなったってやつ。いや、せいでしょ、完全。だから。そうだよ。あんま聞かない説ですね。説ね、そういうすごい説。いや、今のこれ切り抜きが、うん、蔓延してるのは全部日本のクイズ番組のせいだと。あんなゴールデンのほとんどクイズ番組じゃない。そうだな。それで世の中があんな変になっちゃったんだよ、日本の。分かった気になる。分かった気になった現象ね。そう。あれダメだよ。ダメだじゃあ。うん。でも一からじゃあね、その、じゃあ番組を、本当に、うん、テレビにかじりつかないと、その面白さ分からないなんていう番組を作った時、うん。全く一緒に撮れないじゃん。撮れない。ね。撮れないのよ。そうなんだよ。だからやっぱり、うん、本当に切り抜き。ね、切り抜きの編集じゃないと。だネタもそうじゃない。1分とかさ短くなってるけど、昔はもっと7分とか8分とかあったかもしれないネタが、ね、じっくり ね本当だったら東京03のコントなんて10分間じっくりこうかじりついて真剣に見ないと面白くない。そう、それをいやいやそんなオンエアね、うん、1時間のうちに10分もやれたら、まあ CM とかも、うん、ほら番あのテレビっていうのがあるから、うん、あの多分賞味45分ぐらいなのかな、うん、そうなっちゃうね。1時間番組ってことは45分ぐらいでしょ、うん、ネタとか見れるの、うん、そしたら10分もやったら4組しか出せないじゃないかと。そんなことはできません。できませんよ。あの、1分でお願いできませんか、うん、ね。2分で。そうなんだよ、1分、2分。ちょっと面白いところ、1分か2分にして、あなたたちのネタ面白いんですけど、2分でどうにか面白くできませんか。これに対応できないと、うん、やっぱ売れないっていう時代ありましたよね。うん、あったよ。今はね、また、ちょっと変わりつつ、でも変わりつつあるのどう、うん、いや。変わんない？短いよ。うん、短い。うん。これさ、一回短いのになれちゃったらさ、もう長いのには戻れないの？戻れない。時代ってさ流行りってあるじゃん、うん、あるよ。一回こういう、うん、例えば車のデザインでもなんかじゃあ四角いデザインが流行ってたら丸くなって、うんうん、はいはい、ね、うん、丸っこくなってきたらまたしばらくするとまた四角かっこよくなってって、まあ流行りってこう繰り返すからさ、うん、まあ戻ってくるじゃん、はい、でもこのネタ時間が5分から1分とか2分になったっていうのはさ、うん、もう繰り返し戻ってこないの？また5分がいいってことにはもうならないのかね？ならないんでしょう。
俺ね、まあ一時期本当に安清ね、さんのね、うんうんうん、もう漫才をすごい YouTube 見てた時あったの。もう10分ぐらい前後なのよ、大体が。めちゃくちゃ面白くて、ずっと見てられるのよ。ずっとふざけてんだよね。ずっとふざけてて、すごいのよ。うん、あれを多分、火曜名人劇場とか、うんうん、そういうとこでやってたんだろうね。うんうん、だから昔は本当にあのぐらいの尺でやってて、全然見れたのよ。うんうんうん、でも今本当そんなの絶対ないでしょ。絶対に。まあ、本当に好きな人だから今そういうお笑いで言ったらちゃんと寄席に行く人とか、まあ、お笑いのライブ行く人とかっていうのは、まあもちろん長い尺を楽しみに行く人たちだけど、やっぱ本当に好きな人以外は、やっぱり芸人のネタなんか2分ぐらいでちゃちゃっと、面白いの見せてよって。まあね。感じないでしょ？確かにその地上波だったらそれでいいんだけど、なんかさ、配信が今あるんだからさ、配信でね、そっち側で10分ぐらいのネタをやっててもいいのにね。うん、配信ではやってんじゃない、うん、だからみんな。やってんのそういう番組でよ、うん。番組はないけど、でもほら YouTube で長いネタとか、ね、まあ、長いやつはまあね、あるけど。それはそれで多分人気はあると思うよ。うん、テレビが無理なの。テレビはまあ、そうだな、うん。だからやっぱそこも切り抜きになって繋がってきてんだよね、今の。全部。全部テレビが悪いのだから。全部よ。本当に。やっぱそれは無理だからね、テレビは。うん、だってラジオは短くなんでないんだから。わかんない、この先。ラジオもちょっと2時間は、うん、ちょっと2時間は聞いてられないんで、うん、ギュッとやっぱり20分で。うん、20分で20分、このジャンクのね、うん、あんのかな 2時間あるけど、いや、この1時から3時も、そうね、20分まあ、30分だな、うん。30分で4組とか4人。うん、まあ、どんどんか、ね。4芸人。うん、で、やった方が、いいんじゃないかっていう流れになってもおかしくない。おかしくないけど、でも、まあ、長い歴史の中でまだそれがないじゃない。うん、テレビはどんどんね、芸人が増えていくけどさ、同じで1時間番組の中でも。そうだ。ラジオだけ短くなんない。なんない。やっぱ聞き流しができるからか。うん、聞き流しだね。だってその、じっくりほら、テレビとかはね、ちゃんと座ってみて、うん、まあ、座ってなくてもいいけど、うん。ちゃんとこの、目を離しちゃいけない、一応。そうね。まあ、うちの奥さんとかはもう全然流してるだけで見てないけど。ああ、びっくりするぐらい見てないんだぞ。YouTube とか流してて。あと、夜とかなんかドラマ見てる、最近。うんうん、ドラマなんて絶対見なきゃいけない。TVer とかああいうので、うん。なんか、帰ると最近毎回つけてるドラマがあるの。うん。なんか日本のドラマがある、はいはい。それ見ながら、部屋の、まあ、テレビの前で、なんかストレッチみたいなのをしてんのね。うん、ストレッチしながら、スマホ見ながらやってんの。うわ、そのドラマ何にも見てない。もう、ひどいじゃん、それ。こう、でさ、雰囲気的には、俺が好きな、ちょっとほのぼのとした、なんかスローペースの、やつ。この展開が早いやつじゃなくて、なんかあんじゃね、この、うんなんか、いい感じの、スローなドラマあるじゃん。はい、スロー。雰囲気ものの。わかるよ。あるでしょ、うん、スローのやつね。はい。ああいう系なんだよ。カモメ食堂的な。はいはいはい。はい。だから、あれなんかいい感じのやつ見てんなとか、うん、映像もなんかいいし、うんうん。で、ああいうのこそ、ちゃんと見ないと、面白くないじゃん。見ないといけないし、やっぱ監督のね、なんか、意図みたいなのもちゃんとそこに散りばめてあるからね、画面の中に。うん。しばらく見てんだから、うん、これなんか面白いのって言ったら、ちょ、全然内容がない。最悪だな、これ。全然内容がないんだよな。そりゃそうだよな。これちゃんと見ないとダメなんですよ、絶対。いや、そうなんだよね、とか言って。何度も同じやつ見てんだよ。CM 中スポーツのね、もう短くなんじゃないかなんて話して、時短、やっぱり俺たちはもう当たり前のように野球とかも2時間とか、サッカーはもう90分、ね、45分、45分って言うけど、これだってやっぱ30分ハーフになる可能性だってあるよ。野球だって7回になる可能性もあるよ。
7回ね。一回なんかそういう話あったよね。オリンピックやね。なんかで、WBC。なんか7回制にしようみたいなのがあって、中心だったよね。それ、なんか、9回あってこそ野球だみたいな。でもそのね、CM 中も言ってたけど、ピッチングのね、あの、ほら、十何秒の以内に投げなきゃいけないみたいなさ、メジャーはさ。あれで、怪我したりとかしてるって。まあ、だから時間が短く終わるようにしてってるわけでしょ、野球もダラダラやっちゃいけないから。敬遠もやっぱ予告敬遠で。申告敬遠ね。はい、申告敬遠か。だから、ホームランも。回んなくていいよね、あれ。回んなくていい。でもあれ、回んのが楽しいのよ。そのために言って打ってる。あれは。回ってるあの余韻が楽しいのよ、あれ。あれ、カーテンコールだもんね。そうカーテンコール、そうよ。パーって打って、どうもーっていう皆さんって。そうそうそう。でもあれも、ね、いいよ、もうって。だったら内野ゴロだって、真正面だったらもう走んなくて。あ、もういいよ。取った時点でアウトでいいよ、でも。そうか。そうなってきちゃうよ。だったら本当に野球盤みたいにも穴、投げて。いいよね、それで。でも。柵作っといて、そこ入ったらアウトだよ、みたいな。ああ、もうね、確かに。もうピッチャーとバッターでいい。そうだよ。そのトンネルズの野球みたいなね。野球盤、ね、あれでね、そうだよ。なっちゃうから。フライディーに。でもそうなんだ、どこまで短縮が。でもやっぱ短くなる方向には、スポーツですら、でもやっぱスポーツはスポーツ観戦がやっぱメインなのかな、そのテレビよりも。まあまあ、そうね。ね。観戦だよね。観戦メインのものは、あの、さっき言ったお笑いとか舞台もそうだけど、ちゃんと見に来るものに関しては、やっぱ短くしなくていいのよ。そうだね。そこはもうそこで収入源も得られるから、別にそこで食っていけるのは、ね、その人たちは長いの我慢できる人たちだから。そうだよね、うんうん。やっぱテレビで見てる人たちが、この、本当にその、それの大ファンじゃない人たちにも向けてやってるものだから、うん、そっちに合わせなきゃいけないんだよ。はいはいはい。だから、まあね。だから、ってことはやっぱスポーツは短くしなくていいのかな。スポーツはいいんだよ、多分。でもだから、ただ長いよ。でも見に行った時に長い方がお得感あるじゃん、なんか。まあね。なんかね。うん。でも野球とかほら、この前見に行ったじゃん。野球見に行ったね。これ。ね。はい、行ったね。行ったのね。バック。行きましたね。バックなんて言ったっけ、あそこ。席ね。バックネット裏で。バックネット裏で、ね。あんないい席で見てるのに。そうですよね。まあやっぱちょっと子供が我慢できないっていうのもあるんだけど、はい、やっぱちょっと長いなと思ったよ。マジで？うん。野球見て長いと思う？思う。もうそうなっちゃった？なっちゃった。だって、長いよ。一つの場で。長いじゃない。ずーっと9回で見てきたでしょ。長くないよ。長くないよ。ちょっと野球なんて9回だよ、絶対。俺好きなんだよ、野球。野球好きだよ。そう、俺も好きだし、もう、特にいや、まだ、未だによく見に行ってるしね。うん。それでも長い。長い。7回でいいわ。いやいや、もう味気ないよ。7回はダメよ。いや、7回、ね。8回、9回にドラマがあるんだから。ああ、いいこと言う。ねえ、7回になったら、5回、6回にドラマがあるってなるだけだろ。いや、違う。まず、投手が、まあ、例えば100球になったじゃん、今。だったよ。100球で。だから、投手は先発がまず5回とか6回。そうそっから中継ぎの勝負だから。そう。中継ぎ。次と抑え。中継ぎなんかいらないよ。いや、ダメだ、もう先発。中継ぎが必要なんだよ。先発で、先発と抑えで。そう、先発4回まで。4回で。うん。あとはもう。そう、すると、多分、もう、投手、なんだろう。だから、あんまり打撃戦にならないっていうか、1-0-2-1 とか、そんなような試合になっちゃうんだろうね。なんか、今年の日本ってすごいんでしょ、ホームランが。出てないんでしょ。減ってます。はい。で、なんか全然点も入ってないらしいね。だそういうふうに、多分、投手はそんなにさ、うん、7回とかなっちゃうと、うん、もう投手有利になっちゃうから。投手有利か。もう全然ダメよ。ああ、そう。バッター、うん、いや、それ、慣れてくれば大丈夫。7回、ね。7回に。いやサッカーだって30分の方が、ダラダラ疲れた選手たち見なくていいのよ。いや。もう30分だったらみんなバンバン最後まで走りまくって。でも日本の選手は相手が疲れてから日本って強い。日本は全部超弱くなっちゃう。弱くなっちゃう。そうなのよ。やっぱり取りまくって、相手、ね、テニスとかもそう。そうよ。ね。一生懸命必死に食らいついて、向こうのミスを誘ったりとか、向こうをね、疲れさせて、ってやり方じゃん。あるよ。だ日本すごい弱くなっちゃう。ああそうなの。日本、でも日本が不利になるものは外国好きだから。まあ大好きだね。わかるわかる。だからその流れになる。確かに野球は日本強いのはもうムカつくだろうね。もう長いの全部腹立ってきた。
いやいや、そんなことないだろう。よく考えたら昔のプロレスとかひどかったよ。なんだ60分一本勝負って。フルタイムドローもありましたね。ね、確かにすごいね。60分一本勝負。今は、でも試合、タイトルマッチとかになると、昔は15分ぐらいとか、もう20分、30分やりますよ。平気で。平気でやる？でも、60分一本勝負。聞いて聞いて、聞いてるよ。聞いて。よく考えたら、格闘家の、あれだってブレイキングダウンとかで1分じゃん。短いですね。なっちゃってんだ、そっちも。来たね、その時代。流行ってんだろ？そう、流行ってた。1分。1分で決めろってもう、殴り合って。そう。でもあれには駆け引きみたいなのがなくなっちゃうから、そう技術とか。もう1分のラッキーパンチでいっちゃうもんね。はい、だから殴り合ってもう決めろっていう、ああいうね。やばいよ、言ったら。まあやばいよ。でもああいうのが、もう、そんなね。確かに。駆け引き、プロレスという、うん。あれ長いプロレスっていうのは、すごいこう長い舞台だからね。舞台ね、長い。いろんなその中に、うん、起承転結みたいなのあるの、あれ。あるよ、ある。あるじゃない。あれがまあ面白いんだけど、うん、でももう、そういうのいいから。いやいやいや。全然よ。全然。全然、やっぱり1分、やっぱ3分で、ボクシングだったら3分やって、1分休憩して3分やっていく。あのなんか緊張感ってあるじゃん。うん、12ラウンドあって。まあもともと昔は15だったけどね。ああ、そうだね。ね。でもあの12が。うん、あれがいいのよ。結局ボクシングだって短くなっちゃってんね。短くなってる。15から12ね。ねえ。そうだよ。そう。あれもともとなんだあれ。WBC が15だったのかな。なんか違いましたよね。変わってたんだね。どっちか12で。なんか結構、怪我っていうかね。重傷になっちゃう人多いから12になったんだよね、あれね。もう予想してやるよ。10年後。うん、プロ野球、何回までになってるよ。いや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 、そんな、あんな、味気ないよ、そんなもんダメよ。ああ、もうこれはもう流れには逆らえないね。ダメダメダメ。それはダメ。ダメダメ。それはダメ。野球。これ。行きたくなくなっちゃうそしたら、本当に。これ今、だから、小木なんか、本当に、あの、おじさんが。ね、はい、寝ました、おじさん。はい、老害です。どうなんだろうね、今の若い子じゃ、若い子たちはね。じゃあ、だから今の俺の意見が、おお、そう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 。ってなってるのかな。それでいいよ、ほら。はい、出た、おぎがそうやって批判するのは、はい。こういうのを、ダメダメダメ、長いのがいいのって、いうのはもうおじさんだけって、思ってる。あ、そう、うん。はい。ラジオネーム、ジャスティン・ヒーハー。はい。おぎさん、矢木さん、近藤宮さん、時給アップのお時間、お疲れ様です。うん、はいはい。ナイツ・花輪さんは、地上波のドラマは、すべて見ていると豪語していますが、うん、3番組同時視聴や倍速再生当たり前とも言ってましたよ。ほら。うわ、もうさ、俺それやんないもん。ドラマを倍速再生なんか、もう絶対しない。さっき、コムテンさん言ってたけど、あれなんでしょ？音楽だってサビまでちょっと早くみたいな人もいるんでしょ？もう、まあ、出かねないんやつかも。だって音楽、だ音楽、もう歌詞なんかもそういう曲作り始めるよ。サビまで早いっていう曲。まあね、急にサビになったらこう熱唱するみたいな。すごいゆっくりになってね。そう、でも A メロ、B メロはもう結構早く飛ばせるように、ね。もうクリーピーナッツバリの感じでいくよね。バーって言って。バーって言って、サビだけくすねするみたいな。いい聞かせね、うん、歌い聞かせる、うん。そういうやっぱ曲なるほど。そういうのもあんだろうな。見ろ、花輪なんかもう、あいつはどっちかって言ったらもう演芸だっても大好き。ね。確かに。野球も大好き、相撲も大好き。相撲も好きですね。実際見に行って、行く人ね、うん、ちゃんと、はい、そういうことができる人、うん、いわゆるまあ昔の人だよ、うん、長いの我慢できるタイプの人、はい、それが3番組同時視聴倍速再生当たり前、うん、まあ俺も最初のセリフが出るまで早送りだからね。え、最初のセリフまで早送りだから、ドラマ映画見てる時。あとはまあ 1.5 倍がな、1.25 とか、1.5 倍。はいはい。だいたい。スピードね。そのぐらいにしちゃう。うん、1回目から、いや、1回目の視聴で、やっぱスローなものってあるじゃん。なんかじれったいさ、ドラマってあるじゃん。うんうん、ある。アニメでもあるじゃん、そういうのも。あるよ。だそういう時は、1.5 とかしてくる。もう、あんま早くしろよ、みたいな。あれ、そんなやつが、俺の意見を否定できるな。いや、あれは、まあ確かにね、ドラマに関してはもっと短くていいと思う。ちょ、早送りしてほしい。早送りっていうか、早い、もう、パン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 。早口でやってほしい。もっと早口で喋ってほしい。芝居はいらないの。早口だけでいいの。もう間とかダメなの。もうそういうんじゃないのね。なんだろうね。
なんだろう、本当不思議だね。ドラマ映画はいいな、早くても。いや、だからそんなこと言ったら、まあ、俺たちのね、じゃあネタみたいなものを、まあやっぱりスローじゃない、早口できないから、うん、やっぱりノンスタイルみたいなスピード感は、うん、できないよ、できませんから、うん、あの、うん、よく味とか言われるから、うん、できないからっていうだけなんだけどね、うん、そうそう、あれ味でね、みんな言ってくれてるけど、まあ、味の方でみんな評価してくれる人は評価してくれる人、うんうん、はい、あれすら本当に早く見られてる可能性の方が高いよね、うん、あれさ、俺らの漫才とかだって、うん、もうおぎやはぎの漫才ちょっと遅いんだよなと思って、うん、ちょっと早く見ようって何言ってるか知りたいんだけどね、うん、ああそうね、だから言い方とかさ、うん、まあで、ね、うん、このね、はいはい、ちょっと笑わしたい、フレーズとかあるじゃない、うん、フレーズ自体はそんな大したボケじゃないけど、うん、はいはいはい、なんか的あります、言い方で、はいはい、行くみたいな、そうね、うん、じゃあそういうのはもう通用しなくなってくるかもな、そうかもしんないな、これから、じゃあそういうなのかな、じゃないのか、本当に、1.5 倍で見ても、面白いって何かっつったら、やっぱね、内容。あのさ、俺はそんな本読まないか分かんないけど、うん、本とかってどうなの今、はあ。読んでる人多い？これは、本も思ってたんだけど、うん、もうね、例えば、まあ、昔流行ったじゃん、宮部みゆきさんの、うん、はい、あの、うんうん、あれなんだっけ、あの、告白。あ、何の本だったっけ、上下感あるやつ。うん、あるよ。まあ、上下感あんのよ。で、面白いのよ。うん。すごい面白いの。うん。なんだけど、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。やっぱり、ね、うん、まあ長いものっていうのは、うん、まあ本もそうだし、うん、本当に書く側は、うん、自分のファンに向けて、自分の好きな人に向けてやってるんだな。そうね。まあそれでいいんだな。うん、そうそうだから、うん、エンターテイナー側は、うん、その自分たちのことを好きじゃない人に向けて。うんうん、やるっていう感覚を一回捨てて、うん、自分たちのことを好きな人のためにやるって考えないと、うんうん、全員が同じ方向行っちゃうもんな。行っちゃう。そうだそうだ。全員に合わせていくとな。だからわがままでいいってことだ。のがいいんだろうね、うん。わがままじゃないとダメだと思うよ。うん、それでいいんじゃないの？うん、だって俺がそのさっき言ったその作家とか、はいはい、いろんな作家いるけど、はい、うん、いやこれも描写長えよって言うけど、いやいや。うん、そんな描写を読みたくてこっちを見てんだと。そうそうそう。言い回しね、そのね。そう。なんていういい表現なんだよ。そう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 。うん。でもさ、長くてもさ、なんで？長く感じさせないやつってすげえよな。あ、わかる。あ、そういうことね。そういう描写があったとしてもね。結局。なるほどね。まあまあ、そうだよ。あのさ、うん、タイトル、もう完璧に忘れちゃったんだけど、うん、花、蜂蜜、蜜蜂と、なんとかみたいな、うん、いわゆるオーケストラの話なんだけどさ、うんうん、すっごい面白いやつ、うん、すっごい面白いの、あのピアノの、誰かわかる？ね、ピアノの話なんだけどさ、ピアノの話、ミツバチと遠雷、あれなんて、うん、もうオンパレードなんだよ。でも何がすごいってさ、本当本の中でさ、うん、ピアノの話なのね。うん、もうすごいピアニストの、はい、ピアニストの曲をさ、もう字でわかるんだ、字読んで表すんだよ、どんだけすごいかを、はいはい、うん、はいはいはい、だからさ全然読めんの、あーすごいすごいな、感動しちゃうんだよ、もう曲わかる感じなんだよ ね、 そうね、もうそう、なんか頭の中でこういうコンクールのあれが浮かぶのよ、すごいすごいすごい、だから なんだこれっつって、例えば何だそれ、例えばこれやっぱすごいのは、うん、一つもやっぱ思い出せないから、その描写って、ね、描写がすごすぎて、ね、思い出せないよね、そうでしょ、そうなのよ、もうだって考えられるか、ショパンの歌を、字だけで凄さを、うん、その時の、はいはい、いやでもちょっと教えてほしい今、ね、ショパン、うん、ショパンコンクール、ちょっと知りたい、ね、ショパンコンクールをさ、うん、1位のやつとさ、うん、2位のやつのさ、うん、だってあの全部同じもん弾くのにさ、うんうんうん、意味わかんないじゃん、まず聞いてたってどっちがうまいかわかんないよね、俺らレベルではわかりませんでしょ、はい、それがこっちは、
繊細だけど、うん、ダイナミックさがない人と、うん、ダイナミック荒削りなんだけど、うん、心に響く曲、はい、そういう、うん、はい、今一言で言う表現あるよ、うん、はい、なんか、うん、ダイナミックだけど、うん、あ、荒削りだけど、だけど、あ、荒削りだけど人の心には響く、うん、これは丁寧に弾いてるけど誰よりも上手いんだけど、なんか響かない、心には、うん。っていう2種類が、うん、もうその2種類、その一言でわかるじゃん。うん、ここに100倍ぐらいの言葉をつける。わぁわぁ、すげえ入ってんだ、そこ。ただその、どういう表現だったか全く。なんでわかんないのよ、さ、それを知りたいんだよな。読んでほしい。だから、あんなに長い描写なのに、それはやっぱ描写がいいんだよ、うん。まあ、なきゃ、そこは感動しないよね。そう、もちろんね、そこはね。しないしない。で、やっぱ重要なんだよ、描写は。すごいよ、うん、だって、それ具現化っていうのなんか、うん。そうね。ね、具現化する人ってすごいじゃん。言葉にしてね。でも、多分、最も難しい。まあ、多分このラジオのパーソナリティで言った伊集院さんもさ、はい、天才でしょ、うん、何かを具現化して、ちゃんと分かりやすく説明してくれるっていう。これをさ、できるんだよ、うん。曲でやるって異常じゃない？確かに曲はすごいね。うん、ねえ。うん、曲とかそういう芸術的なものを具現化できるのってすごいね。確かに。うん、ラジオネームラブリー明太子、小木さん、八木さん、小本店さん、夜勤お疲れ様です、うん。よく映画を見るんですが、最近は長い映画が苦痛になってきました。うん、2時間半を超える映画はしんどいです。うん、1時間45分ぐらいが嬉しいです。その通り。うん、そうだよ。だこれはもう昔から、最近っていうか昔からそう俺、うん。もう2時間長い。もう1時間45分ぐらいほんとちょうどいいのに、うん、ただ3時間なのにあっという間だった映画あるじゃん。ある。あれがすごいな。そういうのがやっぱ名作なんだよね。なあ。長いのに超あっという間見れるやつ。なあ、うん。3時間って聞いたらもう見に行きたくないじゃん。行かないよ。それ一番いいですもんね。うん、あれ。例えば何それ。ちょっと。なんで思い出せない。全然思い出せないね。ダンスイズルブス。おう。ってどうやつだったっけあれ。全然覚えてない。なんだっけあれ。あれ3時間ぐらいあったんじゃない。なんだ、なんかあったよ。ダンスイズエルブスって3時間ぐらいあって。あったよ。多分あったと思う。やだよその長い映画って思ったらすっげえ面白いの。ダンスイズエルブスだ。3時間を感じさせない映画。そうだよな。なんてみんな分かってる見てんの。すごい見た。ダンスイズエルブスでしょ、うん、あれ誰だケビン・コスナーだっけだからそれ。多分。多分そんだよね。うん、なんだっけ、うん、うん。俺も見たよ、あれ。見たよ。面白かったけど。面白い、ね。それなかったっけ ?3 時間で有名ななんだっけ、うん、最近なんかそれ話題になったよね。3時間ぐらいあるけどすげえ面白いっていう。ね。何 ?RRR か、うん。3時間あるけどすげえ面白いってやつね。何それ ?RRR? うん。RRR?RRR RRR ってどういうやつなのそれ面白い。インド、インドね、インドね。あ、インドね。うん、そうそう。インドはそうだよ、長い。インド、そう。インドは長くて面白いよ、あれは。長くて、最後踊んの、やっぱり。踊んでしょ、だって。踊りで1時間ぐらい踊れるもんね、あの、インドだったら。やっぱり。そうだよ、すごい。だから、そういうのもあるから、でもそれはちょっとやっぱり例外じゃん。うん。あの、本当にそんなものはさ、はいはい、例外だから、やっぱ一般的にはね。うん。うんはい。やっぱ短い方がいいよね。短い方がいい。あのさ、今ちょっとまたスポーツで思い出しちゃったけど、うん、これほんと申し訳ない話だけどさ、マラソンとかあれ途中いらなくねあれ。申し訳ない。本当にこれは選手にとっていらない。途中ってどういうこと？いやあの、スタートの5キロぐらいまでは、まあ見て、先頭グループこんな感じだ。あ残り35キロぐらいぐらいまではもういらないよ。車乗ってほしい。なんでもういらない、いらない。そこはもうどうでもいい。もう疲れないじゃん。逆に、だからそこの間は違う番組やってもいいよね。差し入れ。テレビを見る上でとか、ね。テレビ見る上で。テレビ見る上で。もうあれこそ本当にだけど、まあ、俺、全部見なきゃ意味ないと思うぞ。マラソンでも、いやいや。見ちゃうんだけど。意味わかんない、マジで。俺も、うん。2時間。2時間、ね。あるじゃん。2時間で、ね。2時間、やっぱり何回かフルマラソンを、うん、最初から最後まで、人生で、うん、やっぱ何回もある。あるよ。最後まで見たこと、うんうん、ある。なんでこんな同じもの、俺は2時間ずーっと見てんだってあるじゃん、あれ。そう、俺は何だったでもなんだこの不思議な感じ。これは、見てるね、中で、これはやっぱ2時間見たものにしかわからない。この途中の展開、うんうんうん。この今の感動。そう。
見たものしかわからないんだけど、もう俺も見んのやめようと思うよ。わかる。俺もう今、ほんと申し訳ないけど見れないのよ。もう最後だけ見て、もう、やっぱ今まではさ、最後を見るために我慢の2時間だね。そうだよ。2時間何分でしょ？だから2時間ね、最後どんな結末なんだろうっていうのを。でももう本当にだから、もう本当途中もういらないなって、もう違う番組やって。同じぐらい感動できる。最初の5キロ見て、5キロから35キロまでの30キロまでは見ない。見ない。もう違う。で、35キロからもう一回見る。うん、おお、こうなってんだと。位置変わってるよね。うん、で、そっからで全然感動できる。まあ、できると思うよ。ちゃんと、うん、説明してくれれば。解説、その間に実況が、こういう展開で。35キロから始まった時に、うん、実はこの間に、こうでこうで、こんなのがありましたっていう、もう口頭で、だから本当に、さっきの言うもう、ネットニュースと一緒で。そこはもう、もう、解説してくれや。もういい、それだけでいい。マラソンもじゃあ、だから、だから、なんだろう。ま、走らなきゃダメですよ、やっぱちゃんと。もちろん走ってな、走っててほしいよ、それは。うん。でも、その走ってる時は、走ってる時はもう違うバラエティ番組流してくれてる。もうそれだけでいい。うん。その相手、本当に、うん。ラジオネームカズピー。皆さん、今夜も、赤坂までお疲れ様です、はい。昔、バレーボールも15点制でしたけど、うん、サーブポイントを持ってないと得点できなかったので、試合時間が長く、オリンピック競技から除外されそうになって、今のラリーポイント制になったそうです。あれ、嫌いだったもんね。嫌いだった。バレーのあのシステムね。わかる。俺バレーボールが嫌いな理由が本当それだった。ねえ、サーブ権がないと。だから2ポイント、ね、2ポイント練習しないと1点入んないから。もう。長いって言うでしょ？全然点入んないんだもん。あれが俺も一番嫌いだったよ。いや、俺はあれは別に良かったよ、うん、あれは。でもなくなったじゃん。なくなったね。いいじゃん、今ので。うん、確かにね。まあでもその分点数が多いんだよね。30、え ?25 点25点だっけ？何？本当は15点から25だったんだっけ？でもやっぱあれでいいよ。あれでいいけどね。あれでいい。まあ、まあ、今のでいいよ。あれを昔の方が良かったっていう人の方が圧倒的に少ないでしょ。うん、まあね、バレーに関してはそうかもしれないな。そうでしょ？今日はそういうメール募集します。うん、尺問題ね。尺問題ね。うん。はいはいはい。まあ、これはもう短くしていいとか、うん、長く、これは長い方が。長くていいとか、うん、もうそれ尺問題を、うん、今日のメールテーマ、尺問題です、はい。なるほど。うん。メールアドレス、メガネアットマーク、tbs.co.jp、すべて小文字で送ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。遠近両用のメガネいいな。どうした？俺遠近両用してんだけどさ。おあ、それ？今？そうそう。あ、今のそのメガネ、ね。最新のね。はいはい、なんかこの間なんか言ってたな。言ってたでしょ、うん、メガネ屋さん行ったら勧められてさ、はいはい、昔一回だけしたことあるの。うん、遠近両用に、ねね。だけど、遠近両用って、まあメガネかけない人はわかんないと思うんだけど、まあ俺たち、目がもう普通に悪いわけ、まずね。まず悪い。いわゆる近眼。はい。なんだけど、老眼も入ってる。はい。だから、ややこしいんだよね。うん。ってことは、メガネを上下に、レンズをね。はい。で、違うレンズが入ってるの。そう、真ん中ぐらいからね。真ん中ぐらいね。うん、で、うん、上の方は、いわゆる遠くが見える。はい。で、下の方は近くが見える。そう。老眼鏡になってるってことだよね。うん。はい、うん、で、それが、やっぱりさ、気持ち悪いわけ。立った時とか下がぼやけるから。うん。うん、うん。で、じゃあやっぱ遠近両用に変えたけど気持ち悪いなと思ってかけなかったの。はい。たら、そのメガネ屋さんがすごいいいのが出たと。うん、最近。はい。多分ニコンって言ってたと思うけど、ニコンと、なんかフランスのメーカーが一緒に作った、うん、もう今までのもう最新の一番超いいっていうのが出たんで、試してみませんかとか言うから、うん、そうなんです。前の気持ち悪かったけど、あ、今回のなんかね、ちょっと違うんです。システムが、みたいな。うん、で、まあ、ものは試しでさ、うん、やってみたら、全然大丈夫だ。もう、そう、境も気持ち悪さが、なんか、その、くっきりじゃなくて、なんか、うっすらぼやけてるから、あ、はいはいはい、大丈夫なようになってて、だからもうまさに上を見たら見えて、今台本台本ね、下メールとか、ね。昔俺メールこれ読むとき絶対メガネ外したけど。外してた。今日、どう？一回も外してないでしょ。外してない。確かに。確かに。
すごくない遠近療養。いや、俺もだから遠近療養でいけるよ、全然。やってんでしょ？やってるよ。昔から。小木って遠近療養なのそう、見えてるよ。境はあるんですか？境はね、あれ、これは、やっぱ作った時はすんごい境があって気持ち悪かった。うん、もう、ぼやけて。慣れた、うん。で、やっぱそれははめて、ずっとかけてると慣れるんだけど、やっぱ老眼の方だけがどんどん目が悪くなっていくから、遠近療養作ってもうすぐ、もう度が合わなくなっちゃう、下だけね。老眼だけ。だからたまに俺メガネ外しちゃって、読むこともあるの。あだからそれがどういう風になっていくかわかんないね。まあ、確かに老眼の、あれは変わっていくの。変わっていくの。で、これはピント調整機能がどんどんこう、悪くなっていくから、目が悪くなるというよりは、老眼に関してはね、うん、それがなくなっていくんだって。だから、前はもうちょっと調整できてたのが、ちょっと調整またできなくなってきてるから、悪くなってくるっていう、まあ表現なんだけど、まあ、個人差もあるけど、70とか75歳で、その調整機能が完全に終わるんだって。うん。確かにそう。もうストップ。そうすると、そっからは老眼が、悪化することはもうないんだって。うん、だからもう、むしろ、もうピントがもう絶対合い続ける。もうその前だけどね。最後に作ったやつで、もう、まあ、もう間違いない。なるほど。ああ。っていうことらしい。はいはいはい。さあ、今日メール来てるね。はいこれはあれかな、尺問題。尺の来てる。ラジオネーム右目右耳、うん。試合時間が長いで言うと、将棋が圧倒的だと思います。将棋では1日で終わらなければ、次の手を封筒に入れて審判みたいな人に渡し、次の日その手から必ず始まると聞いたことがあります。あるね。でも今まで将棋で時間短縮の話を僕は聞いたことがないですし、なんなら簡単に終わってしまうような将棋は面白くないと思うので、将棋は長いのも含めて面白いものということが言えます。なので、他のスポーツなどの勝負も思い切ってもっと長くして、翌日に投げる球種を封筒に書いて渡す。次に出すパスを封筒に書いて渡すなどしたらいいと思います。とにかく僕はもっとスポーツをゆっくり見たいです。わかる。俺もそうよ。だからスポーツはゆっくり見たい派よ、俺も。特に将棋そうだね。将棋は長いからかっこいいよね、あれね。飯食いに行ったりとかもそうでしょ、なんか途中でね。俺はね。俺ね。とか、離れてさ。確かに。あれ何なのあのかっこよさ。意味わからないかっこよさ。あれ長くないと。あれね。長考ね。そう。あれだから、9×9 だったっけ将棋盤って。将棋ってもっとあるよね。待って、王がいて、金がいて、銀、金、銀、うん、金、銀、桂馬。もう桂馬だったらもう香車になっちゃうよ。香車になっちゃうよ。あ、ってことは王を挟んで4つだから9だよ。9だ。うん。9、9だ。縦もあれっておっしゃらないけど、正方形か。正方形だね。うん、9×9 ね。9×9 でしょ、うん、だからもう 7×7 にすでにね。ね、まっすぐ7にしたんだよ。えいや、だから。そしたら短縮だろう。多分、そんなかかんないよね。いやいや、でも、いやって、桂馬と香車は絶対必要だから。え桂馬と香車は絶対必要でしょで、銀いらないな。銀欲しいよ。銀は欲しいよ。いや、銀いらない。いや、香車もいらないよ。銀と香車、香車いらないよ。香車は、金と、まっすぐ行くんだよ、金と馬はあれや、王、金、馬、馬、で、え？それで 7？ だと違う、5個しかないわ。あともう1個ぐらい入れるよ。銀、待って、4つ。あ、でも違う。6、7だよ。それ7。4つになると8、7なんか。7だよ、7。7。うん。だから金と、銀、銀入れたいわ。王、金、うん、銀抜かして、桂馬。桂馬。あれ？え？金と桂馬しかなくなってるよ。あれおかしいだろ。あれ待って待って。違うじゃん。そしたらもう 5だよ。え ?5?、うん、6ってことありえないんだ。王がいるから。そう、王がいるでしょ。じゃあ1個減らして、じゃあ1個だけ減らす。1個だけ減らそう。香車減らそう。香車だ。ね。強者。いいよ、飛車がいるんだから。飛車がいる。飛車がいるんだから、ちょっと被ってんじゃん。飛車の劣化版でしょ、だって。劣化版よ。まっすぐしかいかないから、ね。そう、まっすぐしかいけないんだから。でも、それがいいんだけどな、うん、だから、強者はもうなくなってくだろうな。そうね。足の、ほら、小指が退化してるだろ？いらないから。いらないね。そのうちになくなるよね。そのうちになくなるって言われてる足の小指が。確か、あれ強者っぽいもんな。あれ強者っぽいでしょ、すごい。確か、小指と強者一緒だな。ね。だから、強者なくなる。うん、でも、将棋、
で、あの長さ何なんだろうな、あのかっこよさ。まあ、あれやっぱ考えるものだから、いいのよ。対決、戦争みたいなもんだからいや、もちろん、あれは戦争だもん。ね、うん、だからやっぱこう、長期戦になってのがいいのかもしれないな、いうのがなんかわかんない、ね。ラジオネーム、打倒一部、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。うん、僕は、短くなっていくもので、野球の、ピッチクロックが許せないです、うん、はい、ピッチャーがボールを投げてから次のボールを投げるまで最大20秒以内に投げなきゃいけないという新ルールなんですが、あのプロならではの探り合いをしている間が好きなのにせかされているようで許せないです、うん、試合時間の短縮が目的らしいんですが、チケット代は高くなるのに試合は短くなるってなんか損した気持ちになりませんか。そうなのよ、うん、だからゲットスポーツも俺好きだしさ、はい、あの駆け引きがすごいじゃん。あの実はプロのさ、あの一球一球の、うん、俺らが思ってる以上の、うん、あれが20秒に短縮されたらもう、ま、うん、あの駆け引きなくなっちゃうと思うんだよね。でもそれ20秒の中でその駆け引きをやんなきゃいけないんだ。怖い。新しいドラマよ。まあまあ新しい。20秒しかないって今度ドラマが出るのよ。そうだね。20秒のうちに時間残り1秒であれが思いついたとかね。そう。確かそれはあるかもしれないけど、見てる側ってやっぱ野球ってさ、日本の場合ってやっぱなんだろうな、ナイターが多いし、ご飯を食べながら家族でこう見てさ、ゆっくり見てるの楽しかったよ。で、駆け引きをやっぱり見てる。ある。みんなで話し合いながらね、うんうんうん、そういう見方じゃん日本って。なんかだからそこまでちゃんと見てくれる人がいるかっていうね、小木みたいな見方を。うん。これさ、もうほんとこのピッチクロックと一緒にビリヤード、俺の好きな。ビリヤードが、はいはいはい、ビリヤード、うん、あの、まあ、交互につくじゃない、うん、自分の番になるでしょ、うん、そっから、あ、自分ついて、例えば2番ボール落としました。で、次、2番ボールが落として手玉がピタって止まった瞬間からタイム、はいはい、あれやってんの測られるの、最近。で、30、45秒だったかな ?45 秒以内につかなきゃいけない。へぇー。すんっごい長い人いるのよ。だから普通、ほんと最近できたルールなんだ。そう。やっぱそういう世界大会も増えてきたからね。そう。そうなってきた。でも確かに長いの嫌なの、なんか、見てて。うん。まああと俺が、その、やる側じゃない。うん。で、対戦する人で、長い人いるのよ。もうすっごいの、長いと。長いな、この人って。確かに、うん。でもそれも駆け引きじゃないの？相手にイラつかせるとか。なんかそういう、それ嫌な駆け引きじゃん。確かに。相手をイラつかせるとか。俺ビリヤードやんないじゃん。うん。あんなのさ、うん、俺が言わしてもらったらさ、うん、やんな俺が言わしてもらったら、うん、あんな、あの、ビリヤードなんて考えなくていいもんね。あんまね、考えないで打っていいからね、あんなもん。だから、時間いら、本当に5秒でいいと思う。だから5秒で。だから今、ビリヤード知ってる俺からするとめちゃくちゃ腹立つ発言だけど、俺たちは終始、いろんな人たちが腹立つ発言をしてるのよ。あんなの短くていい。あんなの短くていい。そういうことだよね。そう、もう大好きな人たちからしたら許さない発言をずーっとしてる今日、うん。そうだ。ね。そうだ、そうだ、確かに。うん、さあ、じゃあちょっと、コーナー行きますか。うん、はいはい。今日のコーナーは。今日のコーナーは、あんのそんなもん。小木さんお願いします。はい。小木、ゆっくり言葉。早口言葉をゆっくりという、脳トレとしてオリジナルの早口言葉に小木さんが挑戦。我々、小木、あぎ、そしてリスナーみんなの脳の活性化を図ります。まずはラジオネーム、キサンクラスケーノのゆっくり言葉。工藤官九郎、京急区間急行で旧館長を急遽救命中。工藤官九郎、京急区間急行で、京急区間、京急区間急、京急区間急行、京急区間急行で空、空間長。空間長って呼んでしまう。空間。待って、最初からちゃんと、だから一回そうなっちゃうとダメだから、ね、待ってね、仕切り直さないと。はい、いいですよ。うん、はい。工藤官九郎、京急、区間急行で、休館長を。っていうのやめて。休館長、あっていうのやめて。いや、俺のリズムみたいなんだ。これ、調子いいんだよ、ああいうの。工藤、あっ。はい、ね、もう行くよ。いいよ。工藤官九郎、京急区間急行で、休館長を急遽救命中。工藤官九郎、京急区間急行で、
あ、はい、はい。ああ、ね、急患長でした。急患長。え、うん。工藤官九郎。工藤官九郎。ないよ。工藤官九郎、京急区間急行で、区間、区間長を急遽救命中。ああ、いいよ。はい。工藤官九郎、京急区間急行で、うん。急患長を急遽救命中。ほら、言えちゃう。ああ、言えちゃう。やりやすいな、そっちの方が。いやいや、そうだよ、ね。あの、自分のね、なんか。工藤官九郎、京急区間急行で、うん、急患長急遽救命中。難しいという。工藤急患長。官九郎だ。言えないでね。工藤急患長。工藤官九郎。休校、休館区号。いや、難しいよ。入れるのすげえ難しいんだけど。これを入れて、毎年はいけんのかな。あ、毎年この言い方で毎年やってる。工藤休館、工藤館区号。研究区間休校で。休館長、休校、救命中。あれ、前でもこれ苦手だろうな。そうなんだ、ね、難しいかもしれない。難しいのかもしれないね。ラジオネーム、うん、渡辺パチオのゆっくり言葉、うん。沖縄に行った、松島奈良子。那覇の人に、うん、奈良子なら、バナナとナマコ、奈良子食べそう。と言われ、機嫌斜めで、ナメコの、味噌汁をする。沖縄に行った松島奈々子。那覇の人に、奈々子ならバナナと、ナマコ、奈々子食べそう。と言われ、機嫌斜めで、ナメコの味噌汁をすする。もう言えるよ。俺も言えそう、俺。沖縄に行った。松島七子。七子の人に。うん、七子ならバナナと生子七子食べそう。と。難しいな、これ。言われ。うん、機嫌斜めでなめこの味噌汁をおすする。うん、いいね。あ、難しいな。難しいよね、ちょっとね、これ。俺、パンパン言った方が俺は簡単だわ。ラジオネーム、キジちゃん35で、うん、食い言葉。これ難しいよ、これ、うん。もう字がもう、俺今、もう。やってみ、普通に早口で。え？早口で、うん、コットンキョン、コットンキョン巨漢で、初根の極球名状況かれ、中井くん極球かれ。いきなり早口絶対言えないんだね。すごいね、いきなり早口でやってみ。で、今、今、早口やってみ。コットン、待って。コットンキョン巨漢で巨漢のキョンコン巨漢メストコンの居室公務員の居室に居室席を居設され虚無感。すごいね。ゆっくり。これすごいわ。ゆっくり。コットンキョン巨漢で初根の救急救命士と華奢な客室乗務員の居室に出席を拒絶され虚無感。おー。うん、コットン、キョン、巨漢で初根の救急救命士と、華奢な客室乗務員の挙式に出席を拒絶され、虚無感。おぉ、でもゆっくりだと言えんだね。うん、これ、前に行けないと思うな。いや、これはね、前に得意なの。こういうの行けんの？そう、こういうのは言えんのよ。ちょっとやってみ、やってみよう。え？コットンキョン巨漢で初根の救急救命士と華奢な客室乗務員の挙式に出席を拒絶され虚無感。コットンキョン巨漢で初根の救急救命士と華奢な客室乗務員の挙式に出席を拒否され、あ、拒絶され虚無感。ほら、俺がここまでギリギリ言えんの。コットンキョン巨漢で初根の救急救命士と巨漢の挙式、巨漢の客室乗務員の挙式に。あ、いいね。ちゃんと、ちゃんと。うん、切れ替えね。コットンキョン、うんね、待って。コットンキョン巨漢の初根の共鳴士と、巨漢の客室乗務員の挙式に試験出席を巨漢され、虚無感。巨漢巨漢もう巨漢がね、もう頭から離れない。これほら、だから、おぎはすごい言えないけど、これ前には、
むしろできて、こういうのができる。ドヤ顔するやつよ。ああ、そこ。ね。そう、これは難しそうに見えて、これはアナウンスの技術だったら、タイムいけるできますよっていうタイプのやつ。なんか分かってきたよ。うん、ラジオネーム、ドッジボールは常に外野のゆっくり言葉。武田鉄矢が、二郎系ラーメンで、全増しで、と注文してきたら、黙れ出ていけと言って追い出しやりゃいい。武田鉄矢が二郎系ラーメンで全増しでと注文してきたら黙れ出ていけと言って追い出しやりゃいい。全増しって。全増し全増しって言うんだっけあれって。なんかいろいろ増し増しで野菜とか。ね、そう、全部。あれ全増しって言うの、一回も食べたことないんだっけそれ。なんか増し増し、なんか二郎系のどっか違う、なんか似たようなラーメン屋もあるよ。あるね。二郎は行ったことない。ないのね。うん。全増しって言うんだ。いや、だから、本当に超根本的なね、二郎系の、うん、文句、うん。本当に根本的な話なんだけど、うん、俺ラーメン食い行ってんのに、まあ、ラーメンたどり着くまで遅いねえなのよ。はぁ、はいはいはい、わかる。だって、超下の方から麺こうやってやらないと、最初なんかもう野菜をさ、そういっぱい食べてから麺じゃ、うん、あ、でも体にいい食べ方なのか。先に野菜を食べる方がいいんだもんね、うん、順番って。よく考えて言ったらそうだ、野菜から食べる、うん。野菜から食べる順番あるよね。うん、あ、そうなの？ラーメン二郎って。でも俺ラーメン食べたいのになんでラーメン食べるまでこんなに。わかるよ。もう超根本的な話だけどね。潜ってね。うん。食べるんだけどね。ね。でも本当はいい食べ方なのか。うん、そうかもしんない。こんな感じで脳を活性化するオリジナルの早口言葉を送ってください。宛先はメガネアットマーク tbs.co.jp。おぎゆっくり言葉の係までどんどん送ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。これうめえな。ん？どれ？カリン島なんだけど、うん、七味マヨカリっていうさ、うん、マヨカリ、七味マヨカリ、うん、どういうこと？カリン島の七味とマヨネーズとカリン島、ああなるほど、ああはいはいはい、山くないのね、ボリ七味、はい、特別、うん、東京カリン島の激辛うまみ、これうまっ、これうまい、うん、このカリン島あの味はもう本当あれよ。マヨからで、マヨと七味だから、イカ食べる時の。はい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 。イカ ね、スルメね。そう、スルメ食べる時にマヨネーズに七味かかってるやつかけて食べる。もう、うん、あの味なんだけど、カリン島のこの硬さが、すごいね。うまい。これうまいな。うまいよ。これちょっと、うん、これコンビニ売ってる？これ。見たことない。売ってないでしょ。辛っ。コンビニはあんまり見ない。うまい。うまい。これうまいよ、うん。コンビニ売ってないかこれ。これ癖になるやつだな。うん。これうまい。うん。うまい。ラジオネーム、サンドの飯よりフライドチキン。皆さんこんばんは。ドラマが長すぎる問題ですが、もしも古畑任三郎が 1.5 倍になったら、あのドラマの深みは生まれないと思います。お笑いと同じくドラマも間が大事な芸術だと思います。うん、いいこと言った。確かに。いいこと言う。ね。芝居っていうのは間が。そうだね。間が大事なんだよ。そうだね。やっぱ上手い役者さんっていうのは間がいいからね。そうだよ。ね。そうそう。そう。うん。なんでそんな 1.5 倍で見てる奴がいるんだよ。いやーもう、うん、なあ。わかる。だから 1.5 倍で見てるいいもの、まあドラマもあるけどね。そうね。確かに、古畑とか、ああいうものはもう。田村正和は 1.5 倍で見ちゃダメだよな。絶対ダメだ、ね。まあですね。なあ、うん。そう。やっぱダメだ。なんかやだな、あの人を 1.5 倍にしちゃったら。ロボット、五木ひろしみたいになっちゃうでしょ。なっちゃう。あれはすげえ面白いけど。面白いじゃん。面白い。ロボット五木で真剣なものを見せられてもな。うん、確かにね。うん。そうそう。うん。ダメだ。ラジオネーム、婚前前の長谷川京。離婚前の長谷川京子、うん、おぎやはぎ金玉工務店さん、うん、こんばんは、はい、私が短くていいと思うのは炊飯器の時間ですわなんだそれ、なんだそれ、そうですか、時間ですわ、
腹立つわ。いろんな家電が進化してるんだから、ご飯が炊ける時間もっと早くなってもいいと思うんですわ。いやいやいや、あれだって早くなってんだよ。高速炊きになってんじゃん。二十何分で我慢できないんですか。15分ぐらいで炊けない今。今15分でいけんの、うん、俺、うちのは特急で23かな。そんぐらいですよ、ね。でも早いよね、十分。十分よ。だって他のさ、ね、おかずを用意してる間にもうそれで炊けるんだから。うん、そうだよね。そうだよ。そうそうそう。一番早いよ。そうですよ、ないよ。そう。全然いいよ。なってない。それじゃなきゃパックの方がね。そうだね。まあね。そうだよ。すぐ3分、うん。炊飯器もっと早くなってほしいか。まあまあ、早くね。すごいな。すごいな。進化するかもな。ねえ、うん。でも結局ね、ご飯だけを食べないからさ。別にいいんだけどね。ほんとおかずの作ってる分に出来上がれば。そっか。うん。ラジオネーム、タコチューズデを叫ぶ王様。うん、長いのが辛いという人におすすめのスポーツがあります。うん。三人制のバスケです。うん、試合時間も10分だし、どちらかが21点取った時点で勝ちとなるので、試合展開も早いですし、とても見やすいです。この前の東京オリンピックで種目になり、はい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 、今回のパリオリンピックでも競技があるのでおすすめです。はい、見た見た、あれ面白かった。東京オリンピックでね、俺初めて見たもん、3人制の。ラグビーもね、7人制とかあるじゃん。あるある。なんか、ラグビーとバスケやっぱり多い方がいいんだよな。わかる。見て、面白いよ。面白いんだけど、やっぱ深さだな。なんだろうね、うん。なんだろうな。別にこれはこれで面白いのはわかるんだけど、うん、なんか多い方がいいな。多い方がいいよ。ラグビーだと絶対あの人数欲しいよ。うん、15人 ?15 人です。ね。そうよ。確かにでも、みんなが7人の方が面白いと思ったら多分15ってなくなってくんだよな。バスケもこれ3人制の方が面白いってなったら、うん、やっぱなくなるんだよね、多いやつはね。なくなる。だから、なくならないってことは、うん、やっぱりまだ、うん、ね、うん。これが正解じゃなかったってことだよね。そうなんだ。まあだから、フットサルとサッカーと一緒だからね。うん、なんか、ちっちゃくてさ、人数も5人じゃ、フットサルは。あもうサッカーフルコートは11人。全然違うじゃん、もう。わ、うん、かる。ものとしてはね。別物ね。俺さ、フットサルってさ、おぎやってんじゃん、ひげちゃんと、うんうん。ああいう、自分でやるには、すごいいいと思うんだけど、ほんとフットサルの、ね、プロの方に申し訳ないんだけど、はいはい、俺全然面白くないんだよね。こらこらこら。プロの人いるのよ。フットサルを見てて。技術すごいね。あれ技術すごいじゃん、フットサルの方って。だから、俺思ったの、うん。あっちの方すごいよ。うん、そう、個人技すごいじゃん。ものすごいよ。あの、本当のサッカーよりかも。そうよ、出せるよ、個人技をね、うん、バンバン。でしょ、うん、だけど、やっぱり俺は、個人技だけって好きじゃないんだなと思った。パスが。そう、なんかロングパスとか、うん、あと、パスで展開で、そうそうそう、展開がやっぱ好きで、個人技でなんか やられちゃうと、あんまりなんだよね。まあ、フットサルの世界大会とかテレビでも、たまになんかどっかで深夜とかでやってたりとかするんだけど、うんうんうん、やっぱ俺も見てない、実際。やっぱりよく考えてみたら。ね、見れない。なんだろう。なんだろう。なんだろうね、あれね。あれなんでなんだろう。うん、見れないんだよ。フットサルって多分やってると面白いじゃん。ちょうどいいじゃん。面白い。うん、面白い。ちょうどいいよ。でもさ、個人技に興味がないわけじゃなくてさ、普通のサッカーでそのメッシとか、うん、個人技でも何抜きとかっていうのはさ、すっげーと思って見ちゃうじゃん。うん、なのに、フットサルの個人技で人をすごい抜いてても、なんかこの、うん、感動しないんだよ。なんだろうね。みんなが上手いからかな、個人技が。みんな上手いし、うん、なんだろうね。やっぱりさ、みんなが上手いってダメなのかな、うん、ね。いろんなタイプがいて。なんかフットサルって、確かにみんなが機敏でさ、なんかその特徴みたいのが、パッとで見えないのかな。11人のサッカーとなんかやっぱメッシャーも、わかるじゃん。わかる。まあ、それ言ったらね、また失礼になっちゃうもんな。フットサルの中にもあるんだろうしな、ちゃんと。あるけど、やっぱみんな上手いじゃん。みんな上手い。てか、個人技が下手な人って多分フットサルの選手になれないでしょ。いや、なれない。なれないよね。なれない、なれない。もう絶対なれないと思う。それがチームとして、あんまり。確かにね。ああいうほら、お笑いのめちゃイケの理論じゃないけどさ、うん、この、ちゃんと岡村さんっていう主役がいて、まあ他のメンバーもみんな面白いんだけど、はい、でもやっぱりこう、ね、うん、主役がいるっていうさ、はい、そこのみんなが
呼ばな詰めないとかね。脇役でね、うん、そうそうみんな特徴が違う人たちがいな、いるっていうのがいいんだろうね。面白いのと一緒。あれはやっぱり呼ばな詰めてるのかな、フットサルって。フットサルってそんな感じすんね。もうよくわかんないけど、その辺の状況が。だからね、今もフットサル好きな人からすると、何言ってんだと。そうでしょうね。見てない、ね。だって見てないんだから。そうだ、見てないから。俺もわかんない。だから俺らに言ってもしょうがないよ。やっぱ最後まで見れないんだよ。そう。俺はね。わかるわかる。だから、そういう感じで聞いていただけるとね。うん、ね、そうね。卵とね、うん。ラジオネーム、エンジェルマート。皆さんこんばんは。多分最高クラスに長いスポーツってゴルフだと思います。うん、出ました。そう。あまり知られてない。そうそう。あまり知らない人いると思いますが、18ホール、だいたいプロだと4時間ぐらいかけて回ります。それを4日間ですから、すげえ長いです。本当だ。マスターズの中継とか、僕は見てられますけど、普通の人は厳しいと思います。うん。まあ、マスターの中継も、あれ、バンバンはね、あれ、見れる、もう。まあまあ、変わるよね。変わるじゃん。カメラワークすごいね。うん、だから見れるんだよ。見れるね。うん、だけど、確かにあれ4日かかってんだぞ。バカだ、バカ。確かに、ゴルフ興味ない人がしたら考えられないな。でも、あれって本当にメンタルのスポーツだから、4日間っていうのが本当に重要な4日間なんだよね、あれ。本当は。でも4日は長くないですか？でも1日だけ、ほら、麻雀の、ハンチャンだけだったら、強いやついるじゃん。はあ、なんつったら、はあ。その時の運でね。うん、でも本当の強い人ってやっぱり長い間やってたら勝てるものってあるじゃない。でもそれに4日いるってことですよね。だからやっぱ。これは深さ。深さよ、深さ。お家今いいこと言った。3日じゃダメなんだ。いやいや、お家いいこと言った。お家いいこと言ったから、マージャンとの例えで。そう。あのね。4日ですよ。いや、そうなん、そう。運でいけんのよ、1日。本当に1日だったら、ゴルフね、うん。そのマスターズよ。うん。1日だけの勝負だったら、下手すりゃアマチュア勝てるわ。わけわかんないやつは勝つ。1日だよね。1日だけね、すんごいね、トップ取るやついるのよ。4日間やったら、やっぱ、プロ上手いやつしか勝てない。あれね、ちょうどいい4日間なの、あれ。3日ダメ。いや、ダメ、3日ダメ、4日なのよ。3日ダメなのよ。ダメなのよ。あれ4日なのよ。これがプロなの。そうそう。プロなの。そうなんだよね。ねえ。あれすごいね。ねえ。確かにそうだ。そう。あれはプロだ。うん、いやだから、いや今ね、うん、CM 中にそのゴルフの4日間の凄さってなんだと、うん、もう長いと全然わからない、4っておかしいだろうって、おかしい、でも俺はそれは起承転結の4だと、うん、そうだね、なるほど、うん、そうドラマがやっぱ4日間ちょうど4だ、4日間だからで4日って俺の記憶がね、うん、あるところから昔から、うん、俺が小学生の時からその前は知らない、でも4日あるよ、いつもずっと4日だったよね、でも天才的な日にちなのよ。わかる。ぴったりすぎんのよ。すごいよ、あの4日間はもう否定できない4日間よ。変えられないよ、もう。ねえ。誰が考えたんだ、あの4日間ね。3日目までね。そう。すごいのに。そう。4日目で、ドラマーじゃん、うんうん。そうなのよ。4日やってたかったやつが本当やっぱ強いやつなんだよ、ね。強い。あれね、そう。だから不思議なことに。知力、体力、時の運、あの、うん、アメリカ、はいはいはい、横断ウルトラクイズみたいなもんで、あれね、4日間ね、体力がね、ないと思ってたんだ、まずそうだね。だから、ああいうマスターズとかも、結構な年の人、うん、5、60代の人が出てきて、うん、初日トップに立ったりするの。いや、わかる。でも4日目はやっぱ体力持たないから絶対に落ちる。もう全然落ちるからね。じゃあ5日に してみたらいいじゃん。いやいやいや、5日はダメ。いや、ダメだよ。全然ダメ。ダメだよ、5日はダメよ。ダメ。4日はダメ。もっと体力ないといけないから。いや、体力だけじゃないから、ゴルフは。すごい。ゴルフは体力だけのものじゃないから。ないから。4日なのよ。あれすごい。ベストなの。ベスト。でも距離は、やっぱり選手の、筋トレとかのね、まあ、はいはい、パワーアップ、プラス道具の、うんうん、進化で、はいはい、距離はね、やっぱね、昔のゴルフ場で短くなってきちゃって。え？そう。あ、そうなの？そう、昔の、もう昔からあるゴルフ場なのよ。なのに伸ばしたりしないと、選手たちが飛ばしすぎちゃって、睨みが簡単なの。ツーオンしちゃうんだ。そう、だから、昔、例えば、パー5、いわゆる 5,、はい、5打で入れなさいっていうホールがパー4になったりするの、今。へぇー。で、ちょっと変わってはきてんの。なるほど。
確かにね。道具がもう進化してるもんな。あ、まあ、そうか、道具の進化があるから、そういうちょっと変更はあるんだけど、うん、そう考えるとさ、その尺、うん、まあ、長さ、今のは4日って長さだけど、そんなこと言ったらさ、俺もすげえなと思うのが、やっぱプロ野球のさ、ベース間の距離とかさ、うん、あれすごい。すごい。誰考えたの？やばくない？ピッチャーのあの距離もね。だってさ、ピッチャーそう投げて、まあピッチャーとバッターの距離もさ、ちょうどこのカーブが曲がるとこってのもすごいけど、キャッチャーが、セカンドに投げて、盗塁をさせるかさせないあの距離ってやばくない？すごい。あれ何あれ？昔からその距離なんだね。俺変わってないでしょ？変わってないね。で、ギリギリさせるかさせないかなんだよ。あれがすごいね。足の速さだって昔よりかも今の人の方が速いし、肩だって多分今のが強そうじゃん。今のが強い。で、ちょうど足の速さも、と肩の強さが比例して、どんどん成長していってんのよ。やばくない？あの、あれすごいね、そう考えたら。どう考えたの？不思議ですよね。野球が一番すごいね、そう考えたら。18点なんか何メートルだよね、ピッチャーとバッターの距離。うん、バッターの距離。うん、18点なんか44とかわかんない。うん、細かいよね。細かいだった。あの、あれはやっぱ科学的にやったの。ずーっとやってきたんじゃない？だってあんなに細かいってことは投げさしてちょうどフォークボールが落ちる、カーブが曲がるとこ、ね、ここの辺だなって。やっぱ決めたよね、絶対一回。ちょうどいい距離です、ね。決めたし、はい、そうだね。だ盗塁の場合のセカンドランナー、セカンドベースまでの距離も、だってあれにやっぱ、入れ、関わってくるわけだからね、ピッチャーとの距離も。そう。あれすごいな、あれ。あれやばいよね。誰考えてんだ、あれ。あれ誰考えたんだろう。天才だな、あれ考えたやつ。うん、それが未だに距離も変わらず、あれで。ね、さっきのほら、ゴルフで言ったら距離変わってきてんだから、そうだよね。コースも距離変わったじゃん。うんうん、だから、まあね、ちょっと昔と選手の技術が違うから、うん、ちょっと大きくしましょうとか。うん。球場とか大きくなってるから、ね。まあなったりするよね。日本の場合はね。昔、後楽園球場すごい狭かった。狭かった、90メートル。うん。両、でも、ね、あの距離だけは変わんないもんね。ね。確かにあれすごいな。本当だ。未だに盗塁がギリギリなんだもんね。盗塁力なんだもんね。やばいよね。すごいよね、あれね。ラジオネーム株式会社、から、つぶしちゃん。ごくつぶしちゃんっていうの。あ、ごくか、これ。おぎやはぎさん、スタッフの皆さん、こんばんは。尺問題ですが、10年くらいは、アイドルのコンサートでダブルアンコール、2回、過去2回アンコールをすることが当たり前でしたが、しかし、いつの間にかダブルアンコールが禁止になり、アンコールが1回になりました。アイドルはアンコールまでに着替えるので、出てくるまでに時間かかるし、それを2回やるのは正直長すぎると思っていたので、なくなって嬉しかったです。ファンなのに？ファンなのに。ファンがなくなって嬉しいってことあんの？そんなこと。やっぱずーっと出てきてほしいんじゃないの？ファンが思うんだから相当だよな。相当だね。ああ、でも、ダブルアンコールっていうのがあったのか。禁止ね。禁止ね。まあまあ、アンコールやって2曲ぐらいやるんだよね、今ってね。うん、確かに2曲ってイメージアイドルっていうか、2回出てくるイメージあるよね。確かに2回出てきてたよ。今もう1回。確かに2回、俺アンコール確かに2回長いなと思ってた。うん、2回じゃないわ、1回でいいわ。アンコールは。ね、そう。なんか、俺だったら出づらい、もう1回。嬉しいじゃないですかね、見てる方。いや、また、まあ、すいませんって俺本当に申し訳なさそうに言っちゃう、2回目は。すいません、また出てきちゃって。あれって何だろう、アンコールありきの、もう、今、曲の、になってるよね、だからね。なってるよ、もう、交番が。そう。だって、そうだ、名曲、まず、歌わねえんだから。そうだね。最後まで。で、アンコールで一番のこのメインどころ出してきたりする。出すでしょ？だから、ダブルアンコールもその最後の4曲ぐらいを全部それにしたら盛り上がるのになって思ったけどね。もういやー、俺あれやだよ、俺アンコール嫌い。わ、俺、うん、今アンコールっつってる？今言ってない、これはっ、あ、それか、バーみたいなんだけど、そのそれが元々の理由は好きよ、あまりに良かったからもう一回くださいよ。そうだよね。最初そうだよね。それはいい、いいけど、これが形式化されちゃったら、何の意味もないことじゃん。うん。だってアンコールやるっていうのが。そうそうそう。そう、だから、それで曲が決まっちゃってから。ね。だから、本当に基本的にはしない。で、終わってできました。わーっつって、うんうん、ありがとうございました。で、終わっ
るのが、もう本当9割方そう。なんだけど、ね、あまりになんか盛り上がっちゃったの、今回。うん、みんなが。でももう、うん、入んないの。はいはい。でもしょうがないもんな、つって出てきて、うん、もう本当これ、一曲だけやってやるから、それも、うん、これでもちゃんと帰ってよ、うんうん。っていう、だったらいいんだけどね。そうね。そうだったらいい。昔俺ね、シンディ・ローパーのコンサート行った。うんうんうん、多分その時の時代ってまだ多分そのアンコールが決まってないんだろうね。うんうん、何回までとかわかんないけど、うん。で、それで、結局アンコール2回ぐらいあったのかな、うん、でも出てくんだよ。うん、いい人だから、うん。で、結局もう全部歌ったし、曲もう歌うものもないってなったんだけど、ああだから、前、その、ライブ中歌ったやつを、アカペラで。もう、ああもうだから姉も、後ろの人もみんな行っちゃったから。ああ、うん、アカペラで歌ってくれたの。かっこいい。すごくないそれ。いや、もう感動してさ、それも。あ、いい。すげえ。すごいっすね。それがファンサービスって感じがするよね。そうそう。それが本当のアンコールだと思う。それが本当のアンコールだ。そのまま。そのまま言い方ある。いや、でもそうじゃない？すごい。それこそお客さんとのなんか、うん、ボーナスとかね。そうそうそう。それにもうカラッカラだと。もうこれで書いてくれっていうね。そうそうそう。それが出し尽くしましたよだよね。そう。それなの。したか。いいね。ことよラジオネームよしもよし、小木さん、八木さん、小手さん、こんばんは。僕は洗濯の時間が長いと思ってます、うん、時代とともに進化したとはいえ1回の洗濯に40分以上かかるのは長すぎると感じてます。できれば20分で終わる洗濯機を開発してほしいです。いや、あれ何これだからさ、さっきの炊飯器もそうだけど、うん、これはねちょっと違うの、俺たちのテーマとは、うんうん、まあね、そうだけど。これはしょうがないもんだって。でも早くなろうと頑張ってるよ、みんな。こんなものは短いに越したことは、いいに越したことはないのよ。確かに、あれ、企業努力してるよね、多分ね。短くしようってね。そう。だってこれ長い方がいいなんてことないんだから。うん、まあまあまあ、そうだ。今日言ってるのは、ね、そういう。長い方がいいっていうもの、うん、とかね、短いもの。まず洗濯機の時間をさ、いや、洗濯機2時間かかった方がいいでしょ、やっぱりドラマがあって。ならないでしょ。うん、そうだ。だからこれは、頑張って40分になって、うん、なってるから、きっとこの、よしもよしも大丈夫で期待してほしいのは、うん、10年は絶対もっと短くなってる。なってるかもね。頑張ってるもん。うん。そんだけすごい洗剤が出てたらね、またね、うん、パッと落とせるような洗剤が出ればいいんだもんね。うん、そうそう。そしたら洗濯機も早くなるし。これに関してはね、短いに越したことがない。うん、そういうことじゃないと。まあ移動だってそうでしょ。だから、ねまあね、新幹線だって飛行機だって、ね、早くなった。それは遅い方がいいなんていうものある？ない。まあでも、うん、でも味があるか。鍵はね、昔はでもさ、ああいうね、ブルートレインみたいなのあってさ、あれが良かったじゃん。深夜ね。そう。夜行列車。夜行列車。寝台列車。うん、ああいうの、良かった。まあ俺は乗ったことないからさ、ね、憧れなんだけど。乗ったことねえやつが、あれはよかったよ。いや、でも憧れだったら本当にあれ乗ってみたかったな。船旅なんかそうですね。そう、ゆっくりでしょ、あれ。そう。船旅。だからさ、うん、何でもそうだけど、ゆっくりなものがいいって、ただただ余裕のある人の発言だよな。そうね。うん。だから、こんなに俺たちね、うん、今日もそうだけど、時短、うん、の話してんじゃん、ドラマも早くがいいとか。うん、やっぱりさ、俺たちは庶民、貴族は言わないことを言ってるだけなの。もしかしたらそうかも。貴族はそうだよ。ね。そうだね。本当に庶民貧乏人が言ってるセリフなの、これ。全部短くしてほしいっていうのは。やっぱ貴族だからゴルフは長くていいんだな。ね。余裕か。あれだってゴルフなんて未だにお客さんのことパトロンって言い方するからね。あ、本当だ。そうだよ。パトロンって言う。パトロンって言い方するんだから。すごい、ね。貴族だから。そうだ。だから、4日間も見てられるスポーツなんだよ。優雅なの、ね、優雅なの。だから俺たち今日ずーっと貧乏人の発言してるの。早い方がいい、早い方がいい。そうね。せっかちでね。せっかちでね。ダメだよ、それは。ね。余裕がないんだよね、人生に。だから本当に、まあね、気持ちも、うん。ってことはさ、世間がそういう風になったってことは、今日のね、結論、やっぱ不景気だってことだな。世間が短く。わかんないけど。わかんないけど、うん。全部短いのを好んだ、うん、好んでるってことは、みんなが、景気が悪いから、そういうことになる、うんうん。心に余裕がなくなっちゃってるから、ねうん、だから、不景気なんだよ。
景気は、よくわかんないけど、不景気に関しては。何でもかんでも短くなっちゃってるってことは。短くね。結果不景気だってことにたどり着いた。時間がないのか。だって心に余裕があって、うん、クルーズで、ね、うん。ね。まあね。クルーズで長旅でさ、海外行くんだよ。そうだ、早く着いてほしいって。あれもう。やっぱ時間に余裕がない人なんてこと。うん、お金持ちはやっぱ時間に余裕がある。余裕あるもんな。な。ほんとそうだ。俺たちは早く。うん。だからダメだよ、もうナイツの花はなんか。うん。3本同時に見てさ。あ、それはダメ。もう何にも時間に余裕がない、あいつは。ダメだ、ダメだ。ダメな男だ。ダメだ。花輪は。ね。じゃあちょっと、最新号行きましょうか。はい。そして、海苔を食べた子は、便が真っ黒になる、と、そこそこリアクションできそうな話をしている時も、うん、音が大事なラジオにもかかわらず、うん、平然と海苔を食べ続け、もごもごしながら話す、小木氏の強靭なメンタル。うん、海苔をさ、覚えてないよ、もう。食べながら。うちの一番下の子、うんうん、はいはい。一歳。海苔食べるのね。うん。海苔わかる。ちっちゃい子好きだから。好きでしょ。うん。うんこ真っ黒。まあ。海苔ってね。うまいな。うん。確かにそれあるかも。うん。消化されないでしょ。あ、そっか。アルスクマンのもらったんだ、ね。パリパリってるからね。うん、それを今食べながら聞いてますよね。すげえ、これ。続いて、先週6月13日の放送からのノミネートです。うん。うん、ラジオネーム大石田純一さんからの推薦です。1時47分、藤森慎吾さんを呼んだ理由は、不倫予備軍ドラフト1位だからだと話しているとき、第1回不倫予備軍ドラフト1位は、石田純一さんだと話す矢作氏が発した、業界人っぽい不倫予備軍の言い方。予備不利軍。マジで。一番最初のできたやつの時の一年目ですね。予備不利軍。予備ありがたい。おかしいな。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム元冬子さんからの推薦です。2時24分過ぎ、藤森慎吾さんへのなりすましメールを矢作氏が読んでいる時。何度もやっているので、初めにラジオネームを言わず、メッセージを読み出すのがルールなので、一見ミスのようにも思えるが、はいはい、実はあえて藤森慎吾さんになりすましだと分からせるためなのではないか、と思わせる矢作氏の優しさ。ラジオ、あ、違う。これあれだよ。おい藤森、フジモンやけど。出すの全部シチュエーションね。そうだ、そうだ。はい、叩き込みます。叩き込んで、うん。あ、でもね、ラジオ、あ、違う。あれ？これあれじゃん、藤森さん。藤森さんやけど。藤森さん。そして、2時56分頃。何度もやっているし、芸歴も長いパーソナリティが、一度の放送で2回も間違えるわけないので、やっぱり、藤森さんのためを思っての演出なんだなと思われる矢作氏最大級の優しさ。ラジオネームパン、あ、違う、ごめんなさい、この人から来てたの。不倫の話でやってきたんだから、もう最後まで不倫で通してくださいよ。ラジオネームパン、あ、違う、ごめんなさい、こっちから。何、何が違うの。いや、この人から来てたの。何よ。藤森の祈祷です。え、祈祷かな。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム動かない歩道さん、アミーゴファン歴20年さん、着ぐるみ剥がされ瞑想中さんなどなど、多くの皆さんからいただいたのですが、何しろ藤森さんの豚っ鼻がすごいと。確かに聞き取りやすいものを数えたところ10もありました。2時間の放送で10もの豚っ鼻はかなり画期的な手法かと思いますので、藤森さんに敬意を表し、10個いや10豚っ鼻まとめて聞いていただきます。今日はメガネビーキだったんだね。最後に会ったのはかれこれ20分前だけど、
藤森慎吾は一人の女性を愛してるのか。すごいですね。早いですね。すげえなるな。確率論というのと潤んだ瞳で藤森あいついろいろなの知ってんじゃねえか。すげえ詳しいと思う。すげえな。それ藤森に、リノ先生は面白いよね。あダメだ、もうよく知って言った時点で。つけませんって。カリカリ無理無理。くだらねえ。すげえだったな。すげえな、10発。それが全部ね。ちゃんとやん。ちゃんとしたやつじゃん。すごいですね。何なのあいつ、うん、本日は以上です。何なの、全然聞かなかったんだけど。前にメールもたくさん頂戴しているんですが、今日は対策もございましたのでここまでとさせていただきます、ということで、おぎやはぎ最新語流行させたい語大賞では皆様からの、おー、びっくりした、はい、これお願いします。はい、締めようと思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっといただいたので一応読みますね。ラジオネーム、たこ焼き作るのが得意なんですさん、こんばんは。こんばんは。前回の佐々木舞音アナウンサーの早口言葉の失敗を聞きました。難しい早口言葉とは思いますが、私も挑戦したいと思い、ま、早口言葉をやってみたので、ぜひ聞いてください。ちょっと待ってくださいよ。あれはなかなか難しいですよ。まあ、せっかく送ってくださったので、聞いてみましょうか。小木さん、矢作さん。え？クソメン、クソガールの皆さん。はじめまして。TBS 入社2年目の御手洗菜々です。TBS アナウンサーのプライドにかけて。